はい、どうもこんにちは、ゲンです。本日はね、ちょっと回収を今回続きやっていきたいと思います。というわけで、前回どこまで行ったかって言いますと、何も覚えてません、皆さん。はい。というわけで、何も覚えてないんだか。何も覚えてないんだけど、何をしたらいいかってことは分かってる。てかね、どの部屋もね、臭いよ。臭い、臭い。臭いって物理的に臭いわけじゃないよ。匂うってわけ。はい、出た。はい、出た、お前。ここ空いてねえんだよな。どうしよう、どうしよう、どうしよう、マジどうしよう。よしよし、まさかのガバガバっていうね。あー、ガチため息出る。おー、オッケーオッケーオッケー。ガチため息出るって言ったら逃げ切れたから、次から会った時ガチため息出るっていう。多分ガチため息出る、傷ついたんだろうね。ここの開きっぱはまだ開きっぱやな。まあ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 、しゃあないわ。なんかちょっと匂う部屋が一個あって、ここなんすよ。ここなんか匂うよな。ここの部屋が何もないわけがない気がするんだけど、ゲーム実況の経験上ね。え、はるちゃんの部屋、鍵、ほら匂ってたんだよ。プン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 すか。2階南館、南廊下にある蔵の鍵。何の南廊下って。南ってどこだよ。どうしよう、普通に問題発言じゃない。南ってどこだよ。南だからこっちか。でも南って違うよな。南ってこっちのさっきの左の南じゃね。ここ当たりじゃない。やめて、どんどん叩くな。遊戯が悪い。は？ちょっと待って、シャレにならん。別館2階南廊下。別館2階の南ってどこだよ。最初に上がってきた場所かな。あんま下手に動きたくないな。絶対エンカウントしちゃうから。クソ。やろう。ここしかないな。あと鍵かかってんのな。ここやな、多分。うえ。ここ南だったんだ。普通に方角音痴だった。方角がわからない。お。なんか、探索のしがいがあるんじゃない？お客さんの名簿。すごいね。ちゃんと個人情報公開されてる。ちゃんと個人情報見てるよ、この子。ちょっと待って。もうわけわかんねえ。何も入ってない。ちょっととりあえずはしご。これ使えるかな。あ、折りたたみ式。なんだ、持ち運べるのかなって、こんなはしご、大きいはしごって思ったら折りたたみ式か。手の届かない神棚ってあそこじゃね。本館の大広間。どうだろう、僕の予想は当たってるのかな。今回ちょっとスムーズに進んでんな。ちょっと待ってこれやばいやつじゃん。何今の演出。今、笑い声聞こえなかった。って。タワーオブテラーじゃん。ホーンデッドマンションじゃん。ここよ、神棚。で、どうすんの？こっから。登んだ。何かある。開かずの間。何開かずの間って。バチとか当たらない。いや、当たるだろう、普通に。普通に当たりそうじゃない？焦げ色に変色している。泣かずの間ってあそこやん。100億万パーセントあそこじゃん。最後の2階の。まさかの。絶対ここだろ、声聞こえてんの。ほら、ここだもん、声聞こえてんの、明らかに。ほら、こっから。うわ、めっちゃ温泉使ってる。
通に行かなきゃよかった。めっちゃ後悔してるみんな。やばい、ほんとにめんどくさい。もうずっと追ってくるじゃんこいつ。あ、来た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 。しかもちょうどいいところで切れた。一番行きたかった部屋のところで止まったわ。ちょ今日いい時間だから終わるわ。じゃあまた次回の会食お願いしましょう。じゃあね。